どうもゲラです。今回はパーツが入手できたので作品を紹介していきたいと思います。まずはランスエボリューション4ですね。新しいホイールが入ったので似合うかと思い装着したら案外似合ってました。次に即席で作った4幅車、案外目カラーリング派手だな。2台目にすぐ即席で作った4幅車、これ目的がないから何のために作ったんだろう案外と後輪とか車輪で使ってるんですよ。車輪を逆向きにはめることができるっていうのがすごいんですよね。これが先ほど紹介した作品です。一時停止をしてもらえば幸いです。のんきにバイクも作ったりとかしてましたけどね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。